はい、どうも皆さんこんにちは。本日もモンスターハンターの動画を撮っていきましょうか。そしてもし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。で、現時点での進捗なんですが、マスターランク60付近にようやくやってきました。で、怪異クエストを中心に回しているところなんですが、いやー、先がまだまだ長いね。で、当面の目標としましてはマスターランク70か。まあ結局マスターランクに関しましてはクエストクリアしてたらそのうち上がっていくんですが、結構時間かかりますね、思ってるより。はい、まあそういった話はさておき、本題に入っていきましょうか。で、今ですね、かなり話題になっているモンスター、こちらですね、イビルジョー。こちらのモンスターについて語っていきましょう。で、こちらのイビルジョーなんですが、発売前から今作で登場するんじゃないかっていう話が出回っておりました。まあこれっていうのは一般的に言われていた話ですので、多くの方が聞いたことある話じゃないかなと思います。ただ現時点での話になりますが、こちらのイビルジョーに関しましては参戦の確認が取れてない状況ですね。発売してから3日目っていうことで、現時点で出てないっていうことは、おそらくですね、サンブレイクでは参戦してないものと思われます。で、モンスターリストを見てもそれらしき小石っていうところはないので、おそらくイビルジョーはスターターとしては存在してないっていう感じでしょうかね。まあその可能性が極めて高い状況でございます。やたらですね、昨日や一昨日の動画にイビルジョーのコメントがついていたので、こちらについて回答をさせていただきました。だって1件や2件じゃないよね。多分10件15件ぐらいコメントついてたんじゃないかな。イビルジョーってどうやって出るんですかとか、何をしたら出ますかとか、逆にガセの情報は出回っていて、マスターランク100とか200になったら出るみたいな、そういったコメントなどもあったので、改めてこちらの動画で報告をさせていただきました。そう、ガセネタがね、結構出回ってるので気をつけてください。で、一応ですね、Google でも調べてみました。ただやっぱりですね、イビルジョーの確認は取れておりませんので、やっぱり出てないのかなっていうところですね。ただ復活モンスターの筆頭として挙げられていたこちらのイビルジョー、出ないんだ。いや、てっきりね、自分も出ると思っていたんですけど、まあそこについてはびっくりですね。え、出ないんだみたいな感じですよ。まあ激高ラージャンであったりとか、特殊個体のマガイマガドも出ていたので、お、これはイビルジョーであったりとか、怒り狂うイビルジョーも出てくるんじゃないかと思っていたんですが、特にマスターランクが実装されたっていうことで、出る環境っていうのは整っていたので、てっきり出ると思っていましたよ。ただ出ないんだね。まあ事実としてそうなっております。ただ一部ですね、動画やツイッターで、凶暴竜イビルジョーが参戦確定したと、まあそのような情報も出回っておりますが、先ほども申し上げた通り、参戦はしておりません。まあアップデートで将来的に参戦する可能性はあるかもしれませんが、ただスターターですね、サンブレイクの現時点でのバージョンでは、参戦はしないものと思われます。ですので、間違えないようにしましょう。ですので、なんか様々な情報であったりとか、憶測が飛び交ってるので、今でもですね、イビルジョーが登場するんじゃないかとか、イビルジョーと会うためにマスターランク200まで上げるために頑張ってるみたいな。なんかそういった人もね、結構いるみたいなんで気をつけてください。残念ながらマスターランク200に行ってもイビルジョーと会うことはできません。ただこの話っていうのは、冒頭でも言った通り、現時点での話になりますので、将来的にはですね、わからない状況ですね。まあこちらですね、たびたび取り上げているんですが、モンスターハンターライズサンブレイクロードマップ無料タイトルアップデートっていうことで、こちら継続的にアップデートが行われることになっております。で、目玉になってくるモンスターももちろんいるわけなんですが、ただこちら公式ツイッターのツイートを改めて見てください。発売後も無料タイトルアップデートを複数回実施と、8月配信予定の無料タイトルアップデート第1弾ではナルガクルガ希少種だったりとか、得意個体のバゼルだったりとか、それ以外にも、さらに複数のモンスターに加えて書かれております。ですので、よくよく見てみると、目玉になってくるのがバゼルとナルガなわけなんですけど、その他にもですね、複数のモンスターが参戦するということが決定しております。で、この複数のモンスターというところがですね、現時点では定かではないんですが、ただ複数で書かれている通り、2体以上の通常モンスターか、ないしは足モンスターが追加されるものと予想できます。だからもしかすると、早ければ、8月のこちら無料タイトルアップデート第1弾でやってくる可能性もあるのかなっていうところですね。もちろんですね、アップデートするだけで会えるってわけではないので、まあ、前作のライズの時も同様なんですが、ある程度、まあ、ランクを上げとかないと、戦うことができないのかなっていうところですね。
で、現時点ではですね、マスターランク100ぐらいまでは緊急クエストが用意されていることを確認取れておりますので、まあ、それを考えますと、もしかするとマスターランク150とかで、冒頭でも言ってた通り200とか、まあ、そこまで上げないと戦うことができないかもしれませんね。まあ、ちょっとね、そこの詳細については分かりませんけど、ただ少なくとも既存の緊急クエストは全てクリアしておかないと、これらのモンスターと戦うことができないのかなっていうところです。まあ、あくまでこれっていうのは個人的な見解ですので分かりません。ただ、ライズの時とかはですね、そういった形でしたので、おそらくその可能性が高いんじゃないかな。まあ、ナルガ希少種、バゼル得意個体、そして、複数の追加モンスター。複数の追加モンスターって結局何なんだろうね。けどまあ、筆頭はやっぱり、世間一般的に指摘されていたイビル・ジョーとかがやっぱり上がってくるんじゃないかな。あと、イビル・ジョーの得意個体に関しましては、おそらくしばらくは出ないのかなっていうところですね。まあ、出るとしたら2023年とかなるんじゃないかな。まあ、ロードマップを見てる限りだと、それらしきモンスターっていうのは見受けられないんで、多分ないのかなっていうところですね。だからまずは通常のイビル・ジョーが登場して、で、時間差で、まあ、得意個体のイビル・ジョーが出るという形でしょうかね。個人的な予想としましては、イビル・ジョーとブラキリオスじゃないかな。ブラキリオス出てきそうな感じがするけどね、どうなんだろう。ちょっとわかんねえな。ただ複数のモンスターっていうこのニュアンスがね、かなり気になってきますよね。ただ少なくとも希少種であったりとか得意個体っていうことはないと思うからさ。これを見た感じだと。だからまあ普通の通常モンスターないしは足モンスターとかやってくるでしょうね。それプラスアルファで。はい、まあそういった形でございます。で、今日の動画ではですね、イビル・ジョーの現時点での参戦について、そして将来的にイビル・ジョーはやってくるのかっていうところであったりとか、で、もしやってくる場合、どうなるのか、どのような条件になるのかっていうところについてお話をさせていただきました。ただ先ほども言った通りですね、こちらの動画、個人的な見解が多く含まれますので、参考程度に受け取っていただければと思います。そして、今ね、様々なね、ガセネタとかが飛び交っておりますので、そちらにも気をつけてください。まあ言ってもね、このサンブレイクもですね、発売してから、まだわずかとなっておりますので、本当にね、情報が本当かどうかわからないみたいな、そういった状況も続いておりますから、もし何かですね、今後もございましたら、こちらのチャンネルで共有させていただければと思っております。ですので、もしよろしければ、これを機会にチャンネル登録して、これからも、モンスターハンターの動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。おそらく、モンスターハンターやってる方であれば、チャンネル登録しておいて損はないと思いますので、ぜひ気軽によろしくお願いいたします。ではまた、次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、じゃのー。